皆さん、こんにちは。毎日学習会の木村です。この映像では慶應義塾大学総合政策学部の2012年の英語の問題から大問1の内容4択問題について解説していきます。まず21番なんですが、本文の筆者は何々と考えているということに関してなんですが、本文の筆者の問題選択肢がいくつか並んでいて、権力の何々についてということなんですが、これについて書いてあるのがどこかというと、第2段落の、こちらの部分ですね。9文目と10文目であって、今世紀中にはアジア全体がもともとの割合、1750年代の人口の半分と、生産額、世界中の人口と生産額の半分を、アジアが占めるという、割合を、取り戻すであるのを見ると。で、これが、権力の、移行であると。権力が、西洋、アジアに、移っていくということなんですが、これを加えると、まず1番は、権力の移行は国際政治で起きたことはないと書いてあるんですが、これについては、権力の移行が、実際に東か西から東に起きているので、1番は不適切と。で、2番なんですが、2番は、権力の分散は国際政治で起きたことがないということなんですが、これも後ほど説明しますが、国際政治で起きていたりするので、分散は起きているので2番も不適切でもって、4番なんですが、4番、権力の分散がアジアで起きているところなんですよ。分散じゃなくて権力の移行なので不適切ということで、21番は3番、権力移行は現在アジアを中心としているというのが中心とするというのが正当となりますと。でもって22番なんですが、22番は、大難楽のノーマルプロポーションズという語句は、ほぼ何々と同じ権力の、持ち分を意味しているということなんですが、第2段落という段落が指定があって、その語句の意味を説明するという問題なんですが、ノーマルプロポーションズというのはについての言及があるのは、この第2段落の2文目と、第2段落の3文目。第2段落の3文目と5文目ということなんですが、先ほども言及したんですが、通常のもともとの割合というのが何かというと、1750年代に、アジアが世界全体に持っていた人口の半分と、世界の生産額の半分以上という、アジアの割合があって、これが、21世紀にまた再び戻って実現するであろうと、1900年代には、たった 20% の生産額にしか、生産額でと減少していったものを、また戻して半分以上にしていくということなので、これを踏まえると、22番は、3番、18世紀に持っていた分というのが正当となりますと。でもって、23番なんですが、23番は、本文の著者は、第3段落で何々のために、情報技術に言及しているということなんですが、この、情報技術に言及しているということに対して、言及するのが、で、段落の指定があるので、ちょっと第3段落を見ていくのですが、
第三段落において、権力の移行の次は権力の分散についての言及なんですけど、権力の分散というのが国際性、あって、これは情報技術の発展、情報技術というものが国際政治、国際問題に対して参加していくことに対するコストというものに影響を与えていたと。で、実際に具体的にどうなってたかというと、パソコンに対する価格、計算機に対する価格というのが、1970年から2000年の40年間で1000分の1へと減少していき、でこれは劇的な変化であると。で、車に例えると、車が1万円で買えるというふうに考えると、とても驚異的なものであって、で、価格の低下というものは参入障壁というものを取り除くところ、もともとは政府や大企業にのみが、のみに用意されたものが他の人にも可能であり、あると。で、どういうものが例にあるかというと、国際通信、東京やニューヨーク、ロンドン、ヨハネスブルクを瞬時に結ぶコミュニケーションというのが、1970年代にもこれはあったけれども、とても高かったところ、今は実質ただ同然で、誰でもできるようになっていったと。実際にフリーのプラットフォーム、スカイプのようなものが存在するというのが第3段階。要するに、通信技術やコンピューター技術が安価になったことによって、国際政治、国際問題に対する参加の障壁も、一般の人々に、大企業や政府以外の人たちにも、門戸が開かれていったという意味合いなんですが、これを踏まえると、まず1番、その発展がいかに権力の拡散に影響されてきたかを示しているということなんですが、権力の拡散じゃなくて権力の分散、権力の拡散によって影響されていったというよりかは、情報技術が権力の拡散へと、権力の拡散を助けていった、影響してきたということなので、この関係が、受け身と受け身の関係が逆なので、一番は不適切と。で、3番なんですが、政府や大企業の密接な関係を批判しているということなんですが、政府や大企業の密接な関係じゃなくて、政府や企業しか、情報技術がかつて、ありつけなかったことに関する批判だったり、否定的な目線があって、今では、そういったものが、政府や大企業以外にも、利用可能であるということは記述で書いてあるので、密接な関係というのが適切なので3番は除外と。で、4番なんですが、その発展によりもたらされた日常の生活の変化を称賛するということなんですが、発展によりもたらされたのは日常の生活ではなくて、の変化ではなくて、国際政治への参加の、参加度合いに関してなので、日常生活というのは不適切なので4番も除外ということで、23番は2番、その発展がどのように権力の拡散を促進したかを説明するというのが正当となりますと。でもって24番なんですが、第4段落の A New Type of International Politics という表現は何々という意味で使われているということなんですが、段落の指定があって、どこに手がかりがあるかというと、第4段落の、4文目にここに書いてあって、で、新しい街の政治、ここに新しいタイプの、政治、国際政治というのが存在するところ、これが何かというと、
もともとはまあ大企業や政府しか、まあ、政府のような大きな組織に限定されていた物事というものは誰にでも利用可能である、まあ、情報技術などといったものがあって、これが、まあ、政府がまあどのように行動するかという場面において、さまざまな、より小さいさまざまな、まあ、担い手というもので、まあ、溢れ返っていくという現象がまあ発生していると。これがまあ新しいタイプの、国際政治であると。まあ、より多く、さまざまな種類の、より多くの種類の、小さな、より小さな、まあ、担い手の中には、まあ、NPO であったり、はたまた、まあ、テロリスト組織とか、そういったものが、まあ、存在するということなんですが、これを踏まえると、1番、政府や大企業が国際政治に、で、より大きな役割を果たすということなんですが、政府や大企業じゃなくて、まあ、より小さな、政府や大企業の小さな担い手の方が、より大きな役割を、まあ、ひしめき合って果たしているので、1番は除外と。で、2番、政府よりも情報技術が重要視されるようになったことなんですが、政府と、まあ、情報技術の間での、まあ、比較関係は存在しないので、3番は不適切。で、4番、情報技術は誰にとっても、より身近なものになったということなんですが、これはまあ、似たような記述はまあしっかりと、誰にとっても身近なものになったというのは書いてはあるんですが、より身近になったという観点で言うと、まあ、政府や大企業以外の人にとって、身近なものになったのであって、まあ、誰にとってもというわけではないのと、あとは、新しい形の、まあ、国際政治という大位と、比べて、まあ、大位不適なので、大位不適なので、4番は×。ということで、24番は、2番。国際政治において、より小さなアクターが、より大きな、役割を果たすようになったというのが政党となりますと。もって、25番なんですが、24番、5番は、本文の著者は、ソフトパワーを何たりと定義しているということなんですが、まあ、語句があって、その定義についての本文上の定義、本文の著者の定義というのが何かということなんですが、手がかりがどこにあるかというと、第5段落の1文目、ここに、ソフトパワーっていうのがあって、まあ、テロリズムの問題を考えるときに、テロリストというのは、軍事力を、ほとんど持っていない。しかしながらソフトパワーというものを持っていると。ソフトパワーがどういうものかというと、まあ、人々を魅了し説得させる能力と。で、人々を魅了し説得させる能力の例として出てきているのが、まあ、ビンラディンの9.11、まあ、世界同時、2001年の世界同時多発テロにおける、まあ、ビンラディンの、まあ、テロなんですが、ビンラディンが、まあ、ワールドトレードセンターまあ、テロを首謀したんですが、まあ、その時、飛行機で、ワールドトレードセンター、ニューヨークの、まあ、ビルに突撃した人々たちに対して、まあ、ビンラディンは、頭に銃を突きつけて脅したりもせずに、彼らにお金を払ったわけでもないと。ただ、ビンラディンが声かけ、言葉を、語りかけをして、イスラムが脅されているだとか、イスラムが潤化する必要性があるという言葉を、まあ、持って、まあ、そういった突撃した人々たちにを、魅了していったという、まあ、一例があって、あるので、まあ、こういったものを、まあ、ソフトパワーと呼ぶと。こうやって働きかけを行う、テロリストなどに働きかけを行うのがソフトパワーだということなんですが、これを踏まえると、どうなるかというと、まず、まあ、1番、他人を脅してある行動を取らせるというんですけども、
これはまあ2番でまあ明確にまあ否定されているので、脅しというところが不適切と。で3番、他人の心を変えるために資金を提供するというのも、これもまあ文章上で否定されて、お金を払ったわけではないというので除外と。で4番、軍事力と経済力を効果的に結合させるということなんですが、まあ、軍事力や経済力をまあ効果的に結合させるのではなくて、まあ、テロリストに対して、まあ、言葉などで働きかけを行って、まあ、行動を促していくことなので、4番も不適切。ということで、25番は1番、他人の心をつかむというのが正当となります。でもって26番なんですが、26番は、第6段落によると、著者は何々のように考えているかもしれないということなんですが、第6段落は、の、における、まあ、ものなんですけど、まあ、手がかりとなるのは何かということなんです。まあ、古代ギリシャの、まあ、トキリデスとかギリシャとかいうワードが出てるんですが、これについては、第6段落の4文にあるんですが、まあ、トキリデスという人がいて、でトキリデスという人がまあ何を言及していたかというと、まあ、ペロポネソス戦争と呼ばれるまあギリシャの都市国家制度がまあ崩壊したまあ事件があって、このペロポネソス戦争という出来事に関して、理由として、まあ、アテネの台頭に対して、まあ、スパルタがまあ恐れをなした。これがまあ戦争の起きた原因である、要因であると。で、同様に、第一次世界大戦もドイツの台頭とそれに対するイギリスの脅威によって発生して、世界におけるまあヨーロッパ諸国のシステムのまあ中枢性、まあ、ヨーロッパの中心性がまあ崩れていったというふうになっているので、これを踏まえると、1番、トキテースは、古代ギリシャの権力移行を誤って予言したということなんですが、誤って予言したわけではないので、1番は、まあ、予言をしたわけ、1番と2番なんですが、まあ、誤って予言した、正しく予言したと書いてあるんですが、どちらもまあ予言をしたのではなくて、まあ、事後に、まあ、事件、出来事が起きた後にこういう考察、原因の考察を行っていたわけなので、1番も2番も除外と。で3番なんですが、アテネの人々はあまりにも強く反応しすぎたということなんですが、反応したのはスパルタの人であって、スパルタの人が、まあ、アテネの台頭に対して恐れをなして戦争が起きたということなので、3番も不適切で、26番は4番、スパルタの人々はあまりにも強く反応したというのが正当と。なりますと。でもって27番に今行くんですが、28番、27番は、この記事による本文によると、著者は何々と推測しているということなんですが、まあ、本文、まあ、さまざまなまあ文章が書いてある、気候変動だとかテロとかサイバーセキュリティ、パンデミックとかいうことと、まあ、権力に関してなんですけど、この、まあ、選択肢に対する手がかりがどこにあるかというと、第7段落の、3文目、1文目から3文目なんですが、1文目から3文目に関して、まあ、同様に、まあ、重要なのは、同様に重要なのは、権力の分散というものに関して、過度に恐れないことであると。権力の分散というのは、いろいろと、まあ、政府だけでなくて、政府や NPO、NG、政府や大企業だったり、あとはもともとの超大国、アメリカや中国や日本や EU だけでなくて、他の国だったり、まあ、NG を引いてはテロリストといったようなところにも、まあ、権力が分散されていくと。まあ、要因として、まあ、情報技術の、まあ、低価格化、まあ、コストの低下などがまあ生じているものの、
こういったものですが、まあ、これを恐れてはいけないと。権力の無差を恐れる。恐れてはいけないというのが重要である。同様に重要だと。中国やアメリカ、日本やヨーロッパといった、さらにはまあその他の国々というのが、まあ、国家間の新たなる、まあ、課題というものに直面するであろうと。で、国家間の新たなる問題というのは何かというと、気候変動であったり、国家間のテロリズム、国際的なテロリズム、さらには、サイバーセキュリティ、さらにで、感染症の拡大で、こういった全ての問題というものは、まあ、将来、まあ、確実に増えるだろうし、まあ、こういったものに対処するにあたって協力というものが必要であると、確実に必要であるということなんですが、これを踏まえると、まず1番、気候変動は権力の拡散によって悪化するかもしれないということなんですけど、ですが、権力の拡散によって、まあ、対処されるなければならないので、悪化するかもしれないというところが不適切なので、1番は除外と。で、2番、国境を越えたテロは将来恐れられないであろうということなんですが、恐れられるからこそ国家間、国を越えて協力しなければならないというところなので、これも除外と。で、4番なんですが、パンデミックは権力の意向によって悪化するということなんですが、悪化するとも書いていないですし、まあ、権力の分散拡散によって、まあ、共同で、まあ、国家間で共同協力をして解決しようということは書いてあっても、権力の意向によって悪化するとは書いていないので、4番も除外ということで、27番は3番、サイバーセキュリティは今後悪化する可能性があるというのが正当となりますと。でもって28番なんですが、28番は、本文から著者が何々だと推測されるということなんですが、まあ、権力の移行と権力の拡散の関係性についてなんですが、まあ、これはまあ第二第三段落を見てみると、まあ、権力の分散、権力の移行、西洋諸国、ヨーロッパやアメリカから、まあ、アジア諸国への権力のシフト、派遣シフトと、あとはまあ NGO 団体や、まあ、テロリストといった、まあ、政府や大企業以外の担い手に、まあ、権力が分散していくような、まあ、権力の分散、まあ、どちらも、まあ、優劣なく、まあ、その都度その都度交互に、まあ、言及されていって、まあ、問題に対して対処して、このような問題に対して、まあ、将来起こりうる問題に対しても、こういったシフトを踏まえて、まあ、対処が行われていく、問題に直面していくという文脈があるので、これを踏まえると、28番は、権力、まあ、お互いの、まあ、権力の移行と権力の分散の間に、差がないのと、まあ、それを恐れているわけでもないので、28番は1番、権力の移行と権力の拡散に同じぐらい関心があるというのが正当となりますと。でもって29番に行きたいんですが、29番は、次のうち本文の論旨を最もよく反映しているのはどれかということなんですが、1番、権力の移行を加速させるために多くの軍事力が必要であるということなんですが、まあ、権力の移行を加速させるために、まあ、必要とされているのは、まあ、情報の格差だったり、まあ、するので、情報の格差とか、だとか、情報格差の、まあ、低コスト化だったり、さらには、まあ、国家間の共同というもの、まあ、要するに、まあ、権力の移行を加速化させるために、まあ、多くの軍事力が必要、まあ、権力の移行というのは、まあ、東
西洋からまあ東アジアに関してなんですが、まあ、西洋から東アジアに対する権力の移行というものをまあ引き起こすのに対して、まあ、多くの軍事力が必要だとは書いていないので、1番は不適切と。で、2番、権力の拡散を遅らせるために多くの、より多くのソフトパワーが必要であるということなんですが、まあ、より多くのソフトパワーが起きる、まあ、ソフトパワーの一例として、まあ、テロリスト、のまあ働きかけというのが存在して、でこのテロリストというのはまあ権力の拡散のまあ立役者、権力の拡散のまあ担い手、まあ関係主役のような扱いだったので2番も不適切で、3番なんですが、政治家は恐怖が国際世界政治にもたらす危険性をよく知っているということなんですが、これに関しては第8段落の2文目で、21世紀を迎えた今、最も心配なことは恐怖心そのものと言うべきかもしれないというのと、まあ、アメリカのフランクリン・ルーズベルトが、まあ、世界恐慌、1929年の世界恐慌の時に、まあ、1929年より後の、まあ、1930年代なんですが、30年代の世界恐慌の時代に、まあ、恐れるのは恐怖だけで、恐怖心だけであるというか述べていたんですが、これを踏まえてみると、まあ、かつてのまあルーズベルトはこう言ったけれども、こう述べていたけれども、まあ、政治家全般がまあ恐怖が世界政治にもたらす危険性をよく知っているというまあわけではなくて、まあ、ルーズベルトのまあ引用に過ぎないので、政治家全体がまあ恐怖が世界政治にもたらす危険性の可能性をよく知っているというわけではないので、3番も除外ということで、29番は、まあ、4番、恐怖は権力の移行と拡散両方をより困難にするということなんですが、これは、まあ、第6段落で、権力の分散というものに対する認識を正確な認識を持つことが重要であり、権力のまあ分散拡散というのは、まあ、お互いのまあ一方に対する一方の対等に対する一等の怖さというのが戦争を引き起こすだとか、まあ一国だけでは解決できない、まあ、問題が、まあ、国家間の国際間の問題があって、まあ、それによってそれはまあ権力の分散があれば、まあ、分散によってまあ必要となるまあ協力によってまあ対処が求められるということだったりして、まあ最終的にはまあまあ、共通の問題に対してまあ対処を行っていくことで、まあ、恐怖心を乗り越えて共通の問題に対して国家同士でまあ対処することに対してまあ双方が得するウィンウィンの関係というものを、ウィンウィンの状況というものをまあ作り出しうる可能性があるというところを踏まえて、まあ、改めてまあ29番は4番、恐怖というものは権力の移行と拡散の両方をまあ困難にする、より困難にするというのと合致するので、これが正当となりますと。で最後にまあ30番なんですが、30番は、本文のタイトルとして最適なものはどれでしょうということなんですが、まあ本文中のまあタイトルとして、まあ本文中のタイトルは、まあ、大まかな、まあものを見ると、まあ、語られている概念は権力の移行と権力の分散ということなんですが、まあ、権力の移行というのは、まあ、西、まあ、欧州、アメリカから東、アジア諸国、まあ、インドだったり中国だったり、また我々日本を含むんですが、でもう一つは権力の分散、政府、
政府やまあ大企業といったまあ大規模なアクターから、まあ、NPO やテロリストといった小規模なアクターに対してのまあ分散が行われていくと。でもって、対するまあ国家の協力が国家同士の協力が求められると。でまあこれを踏まえるとまあ国家同士、まあ、お互いがまあ得をするまあ現象がまあ生まれるとも書いてあるんですが、まあ、これを踏まえるとまあ権力というものがまあ将来的にどういう展望をこれから行っ、まあ、広がっどれからどれだけまあどのような展望をまあ進めていくかというような話になっていくので、30番は2番、権力の未来というのが政党となりますと。ということで、以上をもちまして、大問1の内容4択問題についての解説を終わらせていただきます。皆さんありがとうございました。